皆さん、こんにちは。ピンクレディーのミーちゃんとして絶大な人気を集めたミーは、ソロ活動の中で出会った男性と結婚しました。現在は離婚していますが、子供はいるのでしょうか。今回は、ミーの私生活について深掘りしてみたいと思います。ミーさんは、本名を根本光代と言い、1958年3月9日生まれ、静岡県の出身です。ミーは1970年代から1980年代にかけて人気を集めたピンクレディーのメンバーで、相方はケイちゃんの愛称で知られた増田恵子さんです。ピンクレディーは1976年にペッパー警部でメジャーデビューを果たし、デビュー当初から絶大な人気を集めました。その後は SOS や渚のシンドバッドといったヒット曲を連発し、セクシーな見た目もあって多くの男性ファンを魅了しました。ミーと増田恵子さんの2人はもともと高校の同級生で、1973年に受けたヤマハ主催のオーディションに合格し、2人ともボーカルスクールに通うことになります。そこで講師の勧めもあって2人はクッキーというデュオを結成しました。そしてオーディション番組スター誕生に出演し優勝を決め、ピンクレディーとしてデビューすることになりました。ピンクレディーは1981年に解散します。その後、ミーはソロ活動をスタートし、当初はピンクレディー時代とは変わらないほどの忙しさだったのだそうです。ですが、ミーはピンクレディー解散後、ソロ歌手や女優、ダンサーなどいろいろと考えていたようで、なんとアメリカで活動するお誘いまであったのだそうです。ただ両親から自身の考えていたことはすべて反対され、ピンクレディー時代にお世話になった人たちにもう一度お世話になることになったのだそうです。ピンクレディーは1981年に一度解散しましたが、その後は期間限定の再結成をたびたびしていて、2019年には新曲「メテオ」をリリースしています。同楽曲はアニメ映画「妖怪学園 Y 猫はヒーローになれるか」の主題歌となりました。また2020年には2人揃ってプラチナエイジスト賞を受賞していて、還暦を迎えた現在も輝き続けています。ミーは近年ネットで鼻の整形が噂になっていて、鼻が怖い、鼻筋が変といった声が上がっています。確かに過去の画像と見比べると鼻は明らかに高くなっていて、最近の写真を見るとどれも鼻筋が際立っています。ミー自身は整形を公表していないため、はっきりとしたことは分かりませんが、おそらく整形しているのは間違いないと思われます。ミーは1998年に佃純三さんという男性と結婚しています。佃純三は音楽業界で長く活躍していた人物で、1983年にソニーミュージックグループに入社しました。その後はソニーミュージックアーティストの執行役員になり、2014年にはソニーミュージックパブリッシングの代表取締役に就任しています。またジャスラック放送委員会副委員長と日本音楽出版社協会理事を兼任していた時期もあり、音楽業界の重鎮として知られています。ちなみに現在は定年退職し、合同会社業界人事部という会社で社長を務めています。ミーは結婚した後、佃純三さんと共に事務所を設立していたようです。現在この事務所がどうなったのかは分かりませんが、離婚後に会社の負債はすべてミーが負担したのだと言われています。ミーと佃純三さんの馴れ初めは1997年に結成したアニメタルレディーがきっかけとなっています。アニメタルレディーはヘビメタルバンドとしてデビューし、ミーは同バンドでボーカルを務めていました。そしてこのバンドをプロデュースしたのが佃純三さんで、当初はプロデューサーとアーティストという関係でした。ミーは1998年に結婚しましたが、その後子供は生まれたのでしょうか。ミーの子供については一切情報がなく、子供はいないものと思われます。ミーが結婚した時の年齢はすでに40歳で、もしかすると年齢もあって妊娠は難しかったのかもしれません。ミーは2004年に佃純三さんと離婚しました。結婚生活は6年と短く、離婚した理由についてはすれ違いだと言われています。佃純三さんは仕事で活躍していた人物というだけあって、2人の時間はかなり少なかったのではないかと思われます。またミー自身も
わがままで自分の好きなように人生を送っていると語っていて、互いに結婚にはあまり向いていなかったのかもしれません。2位は、佃純三さんと離婚した後は特に再婚することもなく独身のまま生活を送っています。その後は熱愛報道などもなく、彼氏の存在についても情報がありません。2位はかなりの車好きとしても有名で、これまでに高級車ばかりを乗り継いでいます。20歳の頃に日産のプレジデントを購入してからはジャガーやキャデラックリムジン、メルセデスベンツ S500L などかなりの愛車遍歴を持っています。2位はピンクレディ時代に稼いだお金はあまり使うことがなく、大半を貯金していたようで、ソロになってからは当時の貯金を全額両親にプレゼントしたことがあったようです。両親は彼女から多額のお金をもらったことで、娘への恩返しにミー名義で土地を購入しました。2位は借金で困った時にこの土地を売却してお金を作ることもできましたが、2位は両親が買ってくれた土地を手放すことなく借金を完済したのだそうです。離婚後も恋愛をしていないとは考えづらいですが、2位自身自由に生きたいという願望を持っているため、今後結婚することはないかもしれません。2位は新興宗教団体美穂の会に所属していると言われています。この宗教団体についてはネットでも情報がなく、どういった活動をしているのかは分かっていません。ネット上では様々な有名人が所属していると噂にもなっていて、女優の西川美音子さんやプロレスラーの大仁田敦さんなどの名前が挙げられています。2位はネットで美穂の会という新興宗教団体に所属していると噂になっていますが、実際に所属しているのかどうかは分かっていません。また同宗教団体についてはネット上にも情報がなく、実態がつかめていないため、おそらくデマだったのではないかと思われます。ところで増田恵子さんはバセドウ病にかかるなど様々な疾患に悩まされてきたようですが、同様にミーにも何か病気を患っていた時期があったのでしょうか。調べてみたところ、ミーが大きな病気を患っていたといった情報は見つかりませんでした。おそらくですが、一時テレビなどで見かける機会が少ない時期があったことから、そういった病気説が出たのかもしれません。ミーの最近の活動を調べてみると、歌のライブ活動はもちろんのこと、 TV のバラエティ番組などにも出演されていますので、変わらず芸能活動をされているようです。2017年末に放送されたレコード大賞でピンクレディとして没後10年、作詞家デビュー50年特別賞を受賞し、増田恵子さんとピンクレディとして6年ぶりに歌を披露しましたが、その歌唱力と振り付けは健在ということで、多くの往年のファンを楽しませてくれたことが記憶に新しいところです。しかもこのステージでの披露のために2人は数ヶ月前から特訓していたそうです。またミーは年を重ねてもなおご自分の美を意識し続けていると、かつて出されたエッセイでそう話しているので、常に自分を磨いて美しくあり続けることを意識されているのだと思います。さて、解散やめ宣言をして以来、ピンクレディは解散することはないと思うものの、基本的にはお互いソロでの活動だったため、ここ数年はピンクレディとしての活動がなかったようです。また2017年の24時間テレビで増田恵子さんがお一人で出演し、そこでピンクレディの楽曲を披露されたこともあって、お二人の間には不仲説も出ています。実際はどうなのでしょうか。確かに解散当初は不仲と言われてもおかしくない状況だったと言われていますが、年を重ねるごとにそういった過去の揉め事もいい思い出として変わっていくのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。今回はミーの私生活について深掘りしてみました。2017年末に恩師の阿久悠さんのためとはいえ、ピンクレディが復活し、またそのレコード大賞での様子を拝見した限りでは、お互いに今はいろんなことを割り切っているのではないかと思えます。今後の活動にぜひ大いに期待したいところですし、また還暦を迎え60代中盤に差し掛かる頃です。その美貌を武器に活躍するミーを応援したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録
高評価をお願いします。